経済学において効率性とは資源、財の配分について無駄のないことを意味する。配分の無駄のなさには様々な側面がある。例えば、原料の木材チップ3トンと外部から購入するエネルギー500キロカロリーとを投入して1トンの紙を生成する技術があるとする。この時、薬品や工場設備や労働といった他の投入物の量を一定として、 木材チップ3トンに購入エネルギー1000キロカロリーを投入してもやはり1トンの紙しか作ることができない場合、その方法は明らかに無駄があり、非効率的と言える。それに対してエネルギーを2000キロカロリー消費するが、木材チップ1.5トンを投入するだけで1トンの紙を生成する技術は非効率的とは言えない。木材チップを1.5トンしか投入しないという、 条件でエネルギーを最も少なく使う技術であるかもしれないからである。このような紙一等を作るために必要な最小のエネルギーと木材チップとの投入量の組み合わせが連続的に存在すると考えてそれを結んだ軌跡を投量曲線と呼ぶ。投力曲線上の点は効率的な生産を表しておりそれよりも右上に位置する点は生産量が同一であれば 非効率的な生産を表している。これは効率性の一つの側面を示している。投量曲線次に木材とエネルギー等を投入すれば紙ではなく鉛筆を作ることもできる。投入できる木材とエネルギーの量に限りがあるとき、鉛筆を余計に作ろうとすれば紙の生産を犠牲にしなければならない。一定の木材とエネルギーの投入量の制約のもとで、 最大限に生産できる紙と鉛筆の数量の間には生産可能性フロンティアと呼ばれる関係が成立している。生産が生産可能性フロンティアの上で行われていれば、ある材の生産を増やそうとすれば、他の材の生産を減らさなければならないという意味で、生産は効率的である。生産が生産可能性フロンティアの上で行われていなければ、そこには 資源利用における無駄が存在する。その無駄をなくすためには、ある資源と別の資源との限界代替率が、資源のあらゆる用途にわたって、等しくなる必要がある。生産可能性フロンティアしかし、生産が生産可能性フロンティア上で行われていたとしても、生産される材が消費者の望むだけの数量で生産されていなければ、 限られた資源を振り向ける先を変更することによって消費者の満足を引き上げる余地がある。このようなパレート最適な状態は消費者の先行における所在の間の限界代替率が全ての消費者にわたって等しいことを必要とする。全ての財、資源に市場が存在して競争均衡が成立しているならば均衡における資源配分は必ず。 パレート最適であるという命題が成立する。しかし、パレート最適な配分の状態は無数にあり、それらには分配の違いが対応している。ありがとうございます。